ど、きっとあなたが望んでるもの探せやしないでしょう。なのに私のロビンフード様、愛しのロビンフード様、どこを旅しているのです。熱い胸貸してください。もちろん夏のお嬢さんっていうのも皆さん有名な曲なんだけど、はい、夏のお嬢さんの次にやっぱり皆さんが印象に残った歌ってあると思うんですよ。私これがね印象に残ってるんです。あー嬉しい。ロボットだってこれ堤恭平先生作っていただいたんですよ、ね、その時ちょうど YMO イエローマジックオーケストラがテクノポップっていうのを世界に発信して、そのこれ次の年に出たシングルなわけですよ、うんうん、そうするとこれテクノですよね。そうなんですよ、ね、テクノかよっていう。そうでもただ、うん、これにはまたちょっとした見ると話題があって、お話がありまして、はいはい、恋は裏腹って倫理色に書いてますよ ね、 いいね、はい、これをものすごく堤恭平先生に指導されて歌唱指導、うん、今まで歌唱指導ってあんまりなかったんですけど、でもこれに関してはまあ、初めての堤恭平先生の作品だから、うん、多分ヒットしないといけないっていうのがあったんじゃないですか、はいはい、でご本人から歌唱指導を受け、そしたらもう真面目に歌いすぎちゃって作品がつまんなかったんでしょうね。あロボットは B 面曲だったんですよ。本当は B 面だった、うんうん、B 面曲だったんですけど、はいはい、何の指導も受けてなかったので、ええ、なんとなくまあラフにこう楽に歌ってたんです、まあ、今までも振り付けってあったけれども、はい、振り付けが本格的でしたよね、かなり。ちょっとロボットダンスみたいな。なんかもう、なんかやってませんでした、こんな踊り。覚えてますそれ。あの、ところどころはね、ただ、感想のところは、タタン、そう、感想も一応振り付けがあるんですけど、あの、ほとんど、あの、こう、スポット、ストロボストロボステージの上にこう、焚いてもらって、パパパパパパッと。だから、ロボットダンスしてるように見えるんですけど、なんかこうなったり、こうなったりするとか、うん、ロボットみたいに見えました、ね。はい、ロボットっぽくない踊りなんですよ。うんうんうん、だからストロボでごまかしてもらったんですけど、あでもねもうあれはすごかったです。ロボット、ね、あロボットダンスだってみんなで騒いでました。ちょっとロボットかけてみます。いいですね、いいですね。このなんかなどうでしたっけ、どうだったっけ、あこうだ、そうそうそう、こっからはねそうですねよく覚えてますね日だてな夜の空を彩り、ため息のほうき星が流れ、この次は面白かったね。いじってるじゃないですか声も、うん、ここはもうなんか80年代の始まりだしですよ、なかったから今まで70年代こういうの、そうなかったです。 これも音が郁恵さんって音が面白いの多いじゃないですか。つぶやくだけでいいのよ、この心も手足も思うままに動くわ、お気に召すまま、そうよ私ねえ、ねえこんな曲でした。で野口五郎さんに郁恵ちゃん歌上手くなったねって言われた時にものすごく嬉しかった。五郎さんに、はい、もう五郎さんに、歌の上手い五郎さんに、そう、それ嬉しいですよね、五郎さんに言われたら。それまであんまり歌に自信なかったのに上手くなったねって言われた時そうですかって言って、すごい嬉しかった、嬉しかった。デビューのねきっかけっていうのがホリプロタレントスカウトキャラバンじゃない、はいはい、デビューする前にずいぶん見ましたもん雑誌で。1月1日が、うんデビュー日で、デビューで、はい、でスカウトキャラバンが9月の7日だったんですけど、中野サンプラザ、中野サンプラザ、はい、高島忠夫さんの司会で、そうで片平渚さん、渚さんとね2人で、そうです、もともとだって荒木由美子さんと優勝をホリプロタレントスカウトキャラバンで争ったじゃないですか、はい、そうなんです。でも由美ちゃんの方が有力だった、うん、有力で優勝仕掛けた、いですはい、すごく大人っぽい表情なんですけど、はい、身長が低いんですよ、うん、それでもう少しこうバランスよく見せるために、うん、あのヒールの高い靴がないかっていうんで中野サンプラザ の、うん、あの周りに買いに行ったんですよ、うん、でお前たちは関東出身なんだから、うん、お前たちがついていけって言われて、で一緒に行って、あ絶対由美ちゃんが優勝するんだなと、あの時 の、 あのスカウトキャラバンの、チーフが守屋宏さん、守屋宏さん、僕はない父、僕はない父、その方がもう一生懸命で
ただ由美ちゃんがそのイントネーションがその九州なまりがあって、ね、あの演技審査があったんですけど、うん、その時に目を塞いでっていうセリフの時に目を塞いでって言ったんですよ。あ、イントネーションがちょっと違う。はい、はい、すぐにあの春金賞の撮影に入るので、うんうん、あのちょっとこうそのなまりを直さなきゃいけないと、うん、それには時間がかかると、うん、だから私が受かったみたいなもんで、だからあれですよね、堀社長と守屋さんが郁恵さんだって、はい、あ、いえ堀さんが私、守屋さんが由美ちゃんだったんです。由美ちゃんはもう他にもうレコード会社の方もいっぱいあった、いたんですけど、聞いてよかった。私は堀社長と守屋さんっていう風に聞いてたんで、堀社長の鶴の一声で私が来ます。そうだから、他一同が、うん、で、あの亜子さんも、まあ、現場にいらっしゃってて、うん、なんであんなジャガイモみたいなやつが受かったんだっていう風になったらしいんですけど、でもアイドルっていう、ね、当たってるので、うん、いやいや、ジャガイモっていうのはねちょっとあれですけど、でも磨くっていう印象ですよね、アイドルって。桃江さんでもそうだし、それがどんどん綺麗になっていくっていう、そこが逆にファンとしても楽しみだったから、え、正解ですよ絶対に。そうですか。ゆっくりさん本出されてます。出しますよ、出します。これいくつか、あ、明星、そう、これね、沖縄とかで撮影しましたよ、あの中の、ね、あの写真、これ明星ですよ確か。榊原郁恵、これはあの気取っちゃダメよ、郁恵さんのピチピチ青春論というのが正式な、あのあれですけど、新人時代の1977年のデビューの時の日記なんですよ。1日1日の日記書いてました。書いてましたよね。最初は毎日のように怒られてたんですよ、うん、それでお前なんで昨日言ったことができないんだって、あ、忘れ ちゃんとメモしとけって言われて、最初はメモだったんですよ、はいはいはい、そのメモがだん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 ちょっと一言加えて二言加えてってなって日記になったんですよ、うんうん、デビュー曲私の先生が発表されたのが1月1日です。はい、そうです。その3日後というのは、まあ1月4日です。1977年1月4日。郁恵、うんうん、さんはね、6万5千円のお年玉をもらったそうなんですよ。うん、ね、うん。そこでそのほとんどを貯金していた自称ちゃっかり屋さんの郁恵さんでしたけど、残りのお金で2枚のレコードを買われたんですって、1月4日。1977年。してね、1枚目はビートルズ。ビートルズをお買いになったそうなんですけど、あともう一枚は何のレコードだったか覚えてらっしゃいます？お年玉で買ったレコード。さあ、ビートルズでしょ？はい。イルカさん？それでいいですか？うんと違うかな。ね、私も大好きな方です。え？ユーミン？違う、ユーミンじゃない。キャンディーズ？違う。80年代の女性アイドル、79年もそうですけど、多大な影響を与える歌手です。多分郁恵さん的にはこの人の歌を勉強しなさいぐらい言われてたんじゃないですかね。え、あ、じゃ あ, あのカーペンターズ、違う、オリビア・ニュートン・ジョン。正解、オリビア・ニュートン・ジョン、水の中の妖精、黄昏の恋。やっぱりオリビアってこの時だってもうお手本でしたもんね。なんかそうですね、勉強しなさいって言われましたね。で、とにかく山口百恵さんという方は大変な勉強家だと、はい、いろんな、はい、曲を聴いてる、うん、あれだけ忙しくても、うん、とにかくいろいろ勉強して聴いてるんだから、うん、お前も聴けってすごいよく言われました。じゃあ2枚でも思い出してくれてよかったです。いや、よかったです。郁恵さんご自身の曲以外で、うん、70、80年、この一曲思い出があるって言ったらどんな曲ありますか？私ね、デビュー、実はデビュー前なんですけど、はい、実は人前で歌を歌ってるんですけど、はい、どこでですか？あの中学の時にテニス部だったんです、はいはいはい、それでね、いよいよ、明日から試合だと、うん、で私のダブルスだったんですけど、相手の方が和田アキ子さんという方だったんですけど、すみません、同姓同名の和田アキ子さんがいらっしゃったとコンビだったんですよ。キャプテンの妹で、うん、ものすごくこうその試合で有力視されてる、はい、まあ、一応あのペアだったんです、うん、で、まあ、とにかくね、あの度胸試しじゃないですけど、はい、みんなの前で歌を披露するという、なぜかしらそういうことになっちゃって、なっちゃって、でその時に一番ヒットしてた歌がかぐや姫の神田川っていう、あ
あの柳の下で、はいはい、暗い夕方、うん、もうあの本当にあの部活 の, その終わって部員の前で、うん、あの歌いましたね。いや、このジャケットですよ、これ。うわ、こういうのもね、あのジャケットがこれだから、こういうのもねすごくおしゃれだったの当時。流行ったな、このジーパン。このジーパン下がね、こういうの聞くとグレープも思い出しちゃう。小籠流しとか、グレープ派、ね、かぐや姫派、アリス派って分かれてましたからね。分かれてましたね。でもみんなオフコースとかみんなも本当はいましたからね。あのチューリップまだそんなにブレイクしてなかったけど、これをどうして伴奏もなく、あの暗い夕方に歌えたんだろう。よく恥ずかしくなかったな。学生って言うとやっぱりこのイメージですよね、70年代って。そうなんです、ね、正俊さんのドラマでもこういうイメージだったし、そう、うん、描かれるものが全部これだったですね。正俊さんのね、触れ合い、出会い、俺たちの朝とか全部ね、かっこよかったですね。だから79年あたりから変わってくるんですよね。コーラスしみじみしちゃう。まさかこの後ね、書いていただくとはね、南高生さんに。でもこれ若かったあの頃って、もうこれで歌ってるわけ、若かったあの頃って、ね、すごいですよ、何気に歌詞が。これすぐできたらしいですもんね、ここまでのね、電話でやり取りしてるうちにね。この時はやっぱり四畳半フォークっていうか、そういうの主体ですか、聞いてらっしゃったの。フォーク好きでした、中学の時は。前世だと。そうかと思うと、姉の影響でやっぱり洋楽も聞いてましたね。なるほど、うん、洋楽も聞いてた。年齢関係ないんでしょうね、きっとね、うん、ヒットしてるものはみんなが好きだったんでしょうね、うん、歌詞がなんか大人っぽいですね、こうやって聞くと、今聞くと。で、歌詞の内容そんなに分からなくても、そう、分からない歌詞、分からなくても、うん、好きな曲だったじゃないですか。今になると、え、そう、あゆみだった、みんな歌が好きだったの、うん、みたいな。 ちなみにご自分の曲で歌詞もらって、実はわけわからず歌ったっていう曲あります。ジゴロっていう言葉が知らなくて、私、あ、ジゴロ、はい、サンバワン、サンバツーって、はい、ラムジャック様、すぐ出てきますね、ラムジャック様、はい、あ、ジゴロ、それはウブですね。ジゴロ知らなかった、知らなくて、ジゴロってそうですね。でもすごいノリが良かったのでね、あの歌、次のお客様、あ、もう長居しちゃった。いや、もうここも、いや、郁恵さんずっといらっしゃってくださってもいいんです、ここの席ずっと開けとくから。とんでもない、とんでもない。いや、まだまだね、話したいなこといっぱいあるんですよ、ね、まだまだピーターパンの話とかもいろいろ話さなきゃいけないこといっぱいあった。引き潮の話もまだしてなかったし、本当にね、今度またお越しください。ありがとうございます。もういつでお待ちしておりますので、他の方のいろんな話も聞いてみたいですね。そうです ね, ねちょっと私今度楽しみしてますので。今日楽しかった、こちらこそです。本当にありがとうございました。